に流れながら高いです。ここはうまく使ってエリアの中、さあチャンスになる、ゴール前、左足決まった、山口先制。最後は今日先発梅木、これうまく、これ高井選手から裏に出てきましたよね。あとこれトラップからシュートまでうまく、一つ目のトラップで相手をかわして、まあ、ここですよね、かわして浮いてるボールなんですけど、よくボールを見て叩いてますよね。別の角度からもう一度。そうですね、これはやっぱりその一つ目のコントロールで相手を外